こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。東流潜水艦が浸水。これで、総夕方潜水艦の12番艦まで出揃うことになった。最終2番艦はリチウムイオン電池搭載。スターリングを捨てた新型潜水艦。次期新型潜水艦建造計画も始まっている。新たなデザインとなり、来年には進水式が実施される。早く見たいものですが、横流みたいな登場の仕方なのかもしれない。しかし、その少し前の出来事を思い出してほしい。この話は、別の角度から見た南シナ海での黒潮潜水艦のお話です。それでは本編スタートです。2018年9月17日に、日米英合同訓練に参加していた護衛艦下が、稲妻、鈴月に黒潮潜水艦が合流し、共同訓練を行ったという異例の発表がありました。ご存知の方も多いは思います。何と言っても、潜水艦の行動についての発表というが、異例中の異例です。通常、潜水艦の任務は公表されることはなく、しかも、いろいろと問題のある南シナ海というのでは、びっくりするのもうなずけます。そして、もう一つ驚くことは、黒潮の極秘任務は15年前から行われていたということです。しかし、ここで考えてみてください。どうして今更公表する必要があるのか。ここからは、あくまで推測の話です。ありえない話ではないという推測ですよ。まず、旧型の黒潮潜水艦はどれくらい潜航できるのでしょうか？この点に疑問を感じる方は多いと思います。こういうデータは当然ながら、海自の潜水艦では一切公表されていません。仕方ないので、外観や使われる鋼材などから推測していきます。その他には、魚雷なども参考にしていきましょう。そもそも、黒潮潜水艦の最大潜航深度については、様々な推測がされていますが、意外とそこまで深くないとも言われています。せいぜい、200から300メートルといったところでしょう。この数字が正式なところと思われます。周辺国の潜水艦も同じくらいの潜航深度と考えられます。しかし、問題はそこではなく、常時任務の際は200から300メートルですが、最高潜航深度はもっともっと潜ることができると、推測されることと、潜水艦救難艇に搭載されている救難潜水艇は、450メートルと公表されていますし、ここでもう一つのポイントですが、無人潜水艇は、なんと、1000メートルと、もっともっと深く潜ることができるのです。旧型の黒潮潜水艦は有人ですから、1000メートルよりは浅い500メートルくらいか、あるいは600メートルくらいの深さで、極秘任務を行っていたと推測できるようです。旧型ではなく、最新の潜水艦となるともっと深く潜ることが可能かもしれませんが、旧型潜水艦で、これくらいの深さまで潜れることができたというのは、脅威だと感じられます。
先行進度については別の方向からもわかる可能性があります。それは魚雷です。89式魚雷の進度は900メートルですから、かなり深いところで発射可能です。逆に言えば、この深さで魚雷を撃てるからこそ開発したのだという、理由を考えても不思議ではありませんね。さすがに、旧型黒潮潜水艦はその深さまでは潜航できないでしょうが、その半分の深度でも事実と考えられます。15年間も中国やロシアなど、軍事力自慢の周辺国に発見されることなく極秘任務を行っていたのですから、言うまでもなく、潜水艦は敵に見つからないように任務を遂行するのが最優先の条件ですよね。中国の原子力潜水艦ですが、当然ながら性能が上がってきているのも事実です。多分200メートルは潜ることが可能でしょう。しかし、中国軍が運用する潜水艦には欠点も多く、原子力潜水艦では原子炉の熱が周辺海水温度を変化させてしまうそうです。この変化によって原水艦が探知されてしまうのです。通常動力型潜水艦には AIP 機関を搭載しているそうですが、あまりにも高出力なので、騒音レベルの音を出して海中を進む状態になるとか、ソナーマンの出番を待つまでもなく、これでは自分の位置を敵に教えているようなものと言われています。しかし、中国が多少高性能な潜水艦を建造したとができたと仮定すると、話は少し変わってきます。この高性能な潜水艦により潜航深度が300メートルと深くなったため、旧型黒潮潜水艦が発見されてしまったのだ。そう考えれば、防衛省があえて黒潮の任務を公表したのも理解できます。と言っても、15年間の長きにわたって気づかれなかったということは、それだけ黒潮が優秀だったという証拠ではないでしょうか。日本の潜水艦の技術や性能が、桁違いに高いということでもありましょう。でも、ここでもう少し推理しますと、黒潮以外にも、もう一隻くらい極秘任務に、当たっていたのではないかと思われるのです。例えば、双竜型潜水艦。この艦は、潜航深度が極端に深く、500メートル、いやそれ以上潜ることが可能ではないかと推測されています。しかも、この、そう、竜型潜水艦はステルス性も考えられているので、発見されにくい艦なのです。また、違う方向から見てみると、防衛省が発表した、理由が理解できるようです。もちろん、これは、推測の話で確証はありませんが、旧型黒潮に目を向けさせて、そう、竜型潜水艦の最新鋭を追う竜潜水艦から、目をそらすようにしたのではないかと思われるのです。この艦は、潜航深度がもっと深くなっているようですが、そこまで深く潜る必要はほとんどなくて、相手に見つからない深度で任務に当たるのが通常でしょう。ということは、必要な時だけ必要な深度を保ち、相手に見つからない忍者になり得るのです。この潜水艦の性能は計り知れません。なぜなら、極秘事項として一切公表されないからです。
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。護衛艦伊豆、物回収が2020年始まる。F-35B ストブル機を艦載可能にするための改修がなされる。参考となるのが、今佐世保基地に配属されているアメリカ強襲揚陸艦などだが、その前のワスプ級強襲揚陸艦もまた、海上自衛隊幹部も視察に行っている。F-35B ステルス戦闘機が納品されるのは、2024年頃で、それも自衛隊にはストーブル機は当然ない状態が続く。ここで護衛艦出雲が改修完了となるのが2021年頃で、その後どんな任務を行うのか。答えは米軍所有の F-35B ステルス戦闘機を艦載、訓練を行う予定となっている。いきなり実戦よりも、少しでも要領を理解している米軍と経験を積み上げていく方が、初動は早いように感じる。すでに、英軍と米軍は行っている。空母クイーンエリザベスでの運用が、このやり方となっている。海上自衛隊に配属か、航空自衛隊に配属かはまだ分かっていない。なかなか難しい位置にいる F-35B ストーブル機だ。ワスプ級強襲揚陸艦を参考にしていたが、今現在展開しているアメリカ強襲揚陸艦の方が、護衛艦出雲に近いように感じるウェルドックがないから、その分は近いだろう。大きさがちょっと違ってくるのは仕方ない。ストーブル空母と名付け運用が始まる。初速の速さは大事だろうし、常時艦載ではないので、護衛艦出雲が先に展開していても、後で着任することも可能だ。使い方は無限となってきた。それとは別に火薬庫の増大も必要。どれくらい護衛艦出雲に艦載できるのか、興味が湧いてきた。ここに注目して話していく。それでは本編スタートです。日本は F-35B ステルス戦闘機を追加注文しているそうです。総計105機にも上ると言いますが、この方針に関しては、いい決断と感じています。何と言っても、今の戦闘機は耐用年数ギリギリです。確かに F-4 ファントムはかっこいいし、ファンも多いのですが、実際、問題、いざ戦闘となると、もはや実戦対応は限界と思われます。F-4 ファントムの内部は、計器類がぎっしりと詰まっているので、それよりは、スマートな設計の F-35 の方が快適ですし、パイロットも操縦しやすいでしょう。新型なので、様々なことを覚えなければならないとは思いますが、パソコン操作に例えると、あらゆることを操作しなくてはならない状況ということですね。F4 だけではなく、F15 戦闘機や F2 戦闘機も、間もなく限界を迎えようとしているのは、明らかです。双発ジェットエンジンの F15 戦闘機でさえ、時代遅れとなるのです。アップデートできるのは、せいぜい100機程度と推測されます。今ある F-35B ステルス戦闘機は40機ほどです。追加注文の数を考えると、なぜこんなに必要なのか疑問に感じることもあります。
護衛艦いずもに F-35B を搭載することは分かっていますが、隙間なくぎっしりと詰め込めば最大14機は搭載できるようですが、こんな状態では任務の時にスムーズな体制が取れないだけでなく、順番に甲板に移動するのも難しくなってくるでしょう。となると搭載する数は、せいぜい9から10機ぐらいがいいところと思われます。言うまでもなく、出雲の役割はこれだけではありません。他にも大切な任務があるのです。護衛艦加賀に関しても同様です。結局、2つの護衛艦合わせて20機ほど搭載可能ということですが、正直、この数が搭載できれば十分だと考えられます。通例では、もし空母を所有するのであれば、搭載機の倍の数の艦載機が必要になるそうです。というのが、国防に関しては常識の範囲とされます。F-35B ステルス戦闘機を見たいのは山々ですが、まだまだ先の話のようですね。と言っても、F-35B ステルス戦闘機は国土の割に広大な海を持つ日本には、どうしても必要な機体です。島もたくさんありますし、一朝有事の際にはスムーズな作戦が役立つことは自明の理です。何と言っても、短距離離着陸機は空母だけに着艦するのではなく、離島にもスムーズに離着陸できるのです。近隣諸国、特に中国には空母遼寧があります。この遼寧ですが、旧ソビエト製で購入した時点ではカジノとして使用していました。今は、粗悪品を売りつけられたと言っているようですが、正直、どうしてそんなものを購入したのだろうと不思議に思いますが、実は旧ソビエトで未完成だった艦をウクライナから強引に購入したとも言われ、そもそも空母としてもかなり古いものですから、まだまだ実戦使用はできないと推測されます。戦闘機の問題も無視できません。遼寧に搭載される機体のほとんどが、ミサイルを乗せて離陸することができないのです。さすがに現状は改善しているでしょう。一方、西側ですが、空母建造には、あと30年はかかると考えられます。凄まじい速さで建造を進めている中国の空母を、防衛できると考えられるのが F-35B ステルス戦闘機です。以前の F-35B ステルス戦闘機よりも高性能になり、バグもなくなっています。そして、以前よりスピーディーに機体が製造できるようにもなりました。まだまだ欠陥があるとは言われますが、それでも信頼性は上がっています。出雲に話を戻しますと、大切なのか、どれくらいの数を乗せることができるかですが、F-35B ステルス戦闘機は改良も考えるともっと多くの数を乗せることができそうですが、F-35B や F-35C とはまた違ってきます。この2つを組み合わせた機体が完成すれば、もっと数を増やして18機ほどをぎゅうぎゅう詰めで出雲に乗せることができそうです。しかし、
この数字はあくまでもどれくらい搭載可能かの話で、実際の任務を考えれば理想は9機と思われます。まあ、実際にはこれくらいでしょうね。護衛艦の運用は緊急海上補給艦であり、燃料や武器の補充、パイロットなどの交代任務も負っています。護衛艦に隙間なくぎっしり詰め込んでしまって、スムーズに任務ができないのでは本末転倒で無意味ですよね。